乱れからくりネジ屋敷連続殺人事件、原作あーさかさん、企画、日本テレビの小坂さん、山本さん、脚本は大和屋敦さん、入場の丈助でおなじみの方で、円谷プロ作品としては他にガキ玉とか脚本を書かれてましたね。もう一本火曜サスペンス劇場で猫に疲れた花嫁、同じ阿波坂さんの原作を、脚本化されてました。プロデューサーは山口さんと宍倉さん、監督は、松竹の吸血鬼ゴキミドロで有名な佐藤さんなんですけど、私の世代だとその一つ前のキャプテンウルトラ、まあ、悪魔くんも監督されてたんですけど、悪魔くんの当時は私、脚本とか監督とか、チェックしてませんでしたから、キャプテンウルトラの第1話はこの佐藤はじめ監督が、演出メガホン取られてましたね。ストーリーはやっぱりネタバレになるとか、いる出演者とキャストのお名前紹介だけにします。出演者宇大舞子さん、小四郎宮子さん、勝さん、柴田恭平さんで、周り家、新藤恵美さん、菅さん、勘太郎さん、中尾明さん、坪田直子さん、岸田新さん、その他の出演、刑事、草野さん、峰昇さんは狐さんという、ちょうど乱れからくりの始まる寸前に、NHK で放映してた粉塵の門で、出演されてましたね。江戸の激闘の、誰だったっけな、小助をやってた人と一緒に風神の門というのに出てましたけども、まああと他はこのような人ですね。はい、横手さん、照明は岸田さん、録音青木さん、美術山口さんで、記録は、中井さん、色彩計測撮影助手ですね、大口さん、あとこんな感じですね。はい、なるだけこんな感じですね。協力